こんにちは、カルパパです。ここはですね、唐沢高専あそこですねの登山者用駐車場ですね。土曜日の終わりにはですね、シーズンオフってこともあるけど空いてるようですね。だいたい唐沢高専というと、天狗ですね、黒百合切ってから天狗というパターンなんですが、僕らもそんな感じでですね、行きたいと思います。おー、立派、すごい、でかいね。お、綺麗なのが、わ、すげえ、すんげえ綺麗。なにこれ。典型的な八ヶ岳のですね、登山道ですね。こう苔むしてて、こう岩があってね。はい、いや1時間20分もかかっちゃった。行きましょうか。いやー、この辺からだんだん登山道がですね、残雪で埋まってる箇所がですね、かなり出てきますね。こんな感じで氷になっちゃってるんで、これツルツルで危険。
ただね、ちょっと石伝いで行くとかで行けば全然問題なく行けます。あとちょっとね、いやー割とねやるね、この登山道は。あ、明るくなってきた。いやー超いい天気だけどね、結構疲れた。はい、着いたよ、黒百合ひゅってです。うん、あーすごいな、初めて来たけどさ。あ、うん、あー、これが超人気の小屋。黒百合ヒュッテですね。12時53分すごいゆっくりだったけどね、だいたい 15% 増しぐらいで。じゃあ入ろうか。はい、じゃあとりあえずですね、ここで宿泊するんで、こんにちは。はい、こちらの木にお願いします。こんにちは。ああ、こうなってるんだ。はい、こちらで。すいません。おお、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
それはいいね。すいません、ビール、はい、缶ビール、350と500、あ、500ので、はい、1本でいいですか、はい、はい、じゃあ食べようか、はい、じゃあいただきます、はい、いただきます。これ取っちゃいます。ハンバーグのソースは2種類ありますので、ごめんなさい、大根のソースとデミグラスソース、皆さんお願いします。味噌汁おかわり、できますので、たくさん召し上がってください。はい、飲みを改めてお出ししてないので、お茶は食べ終わったし、お茶碗でお願いします。はい、はい、うん、これへん、いいよ、飲む。トミちゃん、お昼何食べしたの？カレーパン。そうだ、カレーパンだけ？そんなに食べ過ぎだよね、食べ過ぎだよね。2回。西に行ってないですか？東だけ。東だけなんですか？断念です。ちょっと時間的にこれ。熱い。すごい、はいって言われてもしょうがない。美味しいです。美味しい、美味しい、超美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。しかもソース2種類ある。あ、そうだ、ソース2種類ある。おろしとデミグラス。あ、それもやっぱ入れなきゃダメかな。ダメダメ、よかったね。今日のご飯はハンバーグです。なお、ソースはおろしとデミグラスと2種類あります。ご飯と味噌汁おかわりし放題。ソースおすすめです。でもお茶を飲みたかったらご飯を全部食べきるから。そう言ってたな。